W87 はアメリカ合衆国が開発した核弾頭。ローレンス・リバモア国立研究所が開発したものであり、アメリカ空軍の大陸間弾道ミサイル用のものである。新型の ICBM である LGM-118A Peacekeeper ーー用の弾頭として1982年より開発が開始された。Peacekeeper ーーは 最大11機のマーブを搭載可能で W87 はマーク21再突入体に搭載される。熱核弾頭であり、アメリカ海軍のウム -133A トライデント通船水管発射弾道ミサイル向けの W88 核弾頭とも類似した部分がある。サイズは直径21.8インチ、長さ68.9インチ。 重量440から600ポンド。核出力は300キロトン。新幹には空中爆発および触発などが用意されている。プライマリーにはプルトニウムを用い、セカンダリーには核融合燃料としてリチウム6同一体を高濃縮した重水素化リチウムのほか、タンパーには高濃縮ウランが用いられている。 生産は1986年7月から開始され、1988年12月まで行われた。生産数は525発。1987年からはミゼットマン単弾頭 ICBM 用にモッド1の開発が開始された。これは核出力が475キロトンに増強されているものであった。 モッド1の開発は1988年に一時中止となり、1992年にミゼットマンと共に完全に開発中止となった。1994年からは寿命延長の改良が行われている。2005年に LGM-118 ピースキーパーが退役すると余剰の弾頭はミニットマン 3ICBM に W87。 核弾頭を搭載することとなった。ミニットマン3は W62 や W78 などの弾頭を使用しており、弾頭が老朽化していた。W87 搭載により、機材の更新が行われることとなり、2006年から作業が実施されている。アメリカ軍の核弾頭削減方針と相まってミサイル1機につき、 W87 一機が搭載される。ありがとうございます。